行いますゲームは脳活性化に非常に役に立ちます。そのゲームとは頭と手を同時に一通りにも使って行います。会場の皆様が思わず大笑いされるとともに、できない自分を自覚されたらもっといいかなと思っております。明るく頭を使って諦めないをモットーにして、頭文字の青を取って 3A 体操と名付けられております。20種類あるうち2種類のみですが、楽しんでくださいね。では私の発声と同時に、健康づくりからチームメイトで選ばれた4名が前で同じ動作をいたしますし、随所にチームメイトがおりますので、そのものの真似をしていただければありがたいなと思います。では1つ目のゲームを始めます。まず指を使って数えようなんですが、まず両手を前面に前に出してください。パーにしてくださいね。ではいつも通り指を折って大きな声で数を数えましょう。はい、どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これは誰でもできますよね。では次に右手親指を中に折ってください。左手はそのままパーです。で、位置を感じをするときは右手の人差し指が1になります。左手は親指が1になります。それで数えていって、最後また右手の親指が折れてれば正解です。では始めます。3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後右手の親指が折れてる方は何人ぐらいおられますか？すごい、できそうでできないのが脳活性化のゲームでございます。もう一度やりますか？ではもう一度、右手親指を折ってください。左手はパー、そのままです。では数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最終的に右手の親指が折れてたら再正解です。左手はパーのままです。これが一つ目のゲームです。二つ目は歌いながら1、2、3なんですが、リズムを先にご紹介させていただきます。テロップの方が映像に出ますので、ちょっとこちらの方をご注目ください。はい、リズムはこのリズムです。1、2、3、4、2、5、3、1、4、2、4、2、5。これがリズムです。で、指の折り方なんですが、前を注目してください。まず1は親指一つだけを立てます。2は人差し指を立てます。3は高々指を立てます。4は普通に4をしてください。5も普通に5です。お分かりいただけましたか？もう一度しますね。はい、1は親指のみ立てます。2は人差し指も立てます。3は高々指も立てます。4は普通に4です。で、あとは普通に5です。ここまではできますが、これをこのリズムに合わせてやりますので、一度挑戦してみてください。はい、ではいきます。1、2、3、4、2、5、3、1、4、2、4、2、5。お分かりいただけましたか？できそうでできないのが脳活性化の運動なんです。もう一度できますね。1、2、3、4、2、5、3、1、4、2、4、2、5。これは今ゆっくりやってますのでできますけど、実はだんだん早くやります。いいですか？ついてきてくださいね。ではいきます。1、2、3、4、2、5、3、1、4、2、4、2、5。できない方は笑っておいてくださいね。
間の都合で、365歩のマーチを行いますので、座ったままでもできますが、立ってしていただいてもどちらでも結構です。で、今から振り付けの方をご披露いたしますので、1番 の、 振り付けはまず全て右側から行いますので、敬礼してください。次、左の方で敬礼です。これを4つやりますね。音楽に合わせてやります。その次はもも上げなんですが、右足と左肘をその場でできればやっていただけますか。これが4つ同じ動作をやります。では次はスクワット。スクワットしながら両手で交差をして、バンザイ、思い切りバンザイしてください。これもまた同じように4つやります。で、次は体をねじってトントン、右側からねじってください。左でトントン、これも同じ4つをやります。最後は胸を起こります。ボードを置いてください。その場でボードを置いてください。これも同じように4つやります。これはもう365歩のマーチですので、皆さんご存知ですので、できれば歌いながら前のもの、随所にいるものを真似してください。では音楽をお願いいたします。乾燥の間はウォーキングしてください。